はいどうも、りょうへいです。お願いしまーす。はい、本日なんですけれども、先に上がってるかな？しょうへいさんが、こちらの玉沢、こちらの皆様へのプレゼント、企画、11月ですね。玉沢と、こちら、エアメンマンさんからいただきました、オープンワールド。一旦ノックしてたと思うんですよ。まあ僕もちょっとまだ使ってなかったので、こちらすいません、プレゼント企画っていうことなんですけど、一回ちょっと使ってみて、どんなグローブなのかっていうのを、僕も知りたいので、確かめさせていただければと。いうことと、まあ、こちらもね、僕が今までにはめたことのないタイプの、グローブなので、まあ、翔平さんの方からどちらも一回使っていいよという許可をいただきましたので、キャッチボールなんかをさせていただければと思います。で、はめての特徴なんかもね、今ちょっと軽く先に言っちゃいますと、こちらはサードショート用ぐらいの大きさかな？結構奥でしっかりと、片付け的にはしっかりと奥で掴むような型をしています。ただ、ここが逆巻きになっているので、よりこちら側が広くなるのでポケット広く深くといったような、グローブの片付けとなっています。で、あとちょっとしっとりめかな、ふわっとしたような革をしているのが、こちらカンタマ玉沢のグローブとなります。で、次はこちらエアメンマンさんからいただきましたオープンワールドのグローブです。こちらは芯と丈夫っすね。小指の芯とかがめちゃくちゃ太く感じるんですよ。わかりやすいところがあるかなとか、まあ親指もですね。で、ウェブがこれもメジャーチックですね。ここに補強もあるので強い打球を取っても負けないのかなって感じがします。形的にはオールラウンドぐらいかな。ちょっと大きめ、内野用にしてはちょっと大きめなのかなっていう。で、こちらも深く片付けをしているグローブで、玉沢よりちょっと重み感じるかな。で、それでもそんなガッツリした重みを感じるような、グローブではないので、こちらもすごいいいなと感じています。ああ、これ玉はみなんですね。玉はみでもう完璧に紐以外は一色っていったようなグローブです。で、どちらもちょっと軽くキャッチボール程度なんですけども、やらさせていただければなと思います。それではやっていきます。はい、それではまず、11月のプレゼント企画の玉沢の方から、やっていきます。こちらちゃんと使い終わった後、僕の方でお手入れして、プレゼントいたしますので、そこはご安心ください。それではやっていきます。あー、気持ちいい、撮っててさすが伝統の玉沢。うん、高い音なるかもしんないですね。こっちポケットが広いからキャッチボールなんであんまりあれなんですけど、こっちで取ってもゴロとかすごい取りやすそうだなって感じがしますね。うん、すごい柔らかくなりそう。あとめちゃくちゃ柔らかくなりそうだから、使い込めば使い込むだけ味が出るっていう感じがしますね。あやー、あー、気持ちいい気持ちいい。で、ちょっと取った時の、取った感はあるかなって。結構ふわっとした皮なんですけど、その中でもちゃんと取った感はあるような感じになります。 OK。 手口でかいかな、ここに入れる時の手口がちょっと大きめなので、手大きい人とかでも、欲しい方すごいマッチするのかなと思います。オリャー、いい、気持ちいい。オリャー、オリャー、いいだ。あいったー。手のひら補給するとちょっと痛いかもしれないです。でもまあそれもね、しっかりと取った感覚っていうのを持てるので、ありなのかなって感じです。じゃあちょっと次オープンワールドの方、取っていきます。はい、ではこちらオープンワールドの方でもキャッチボールしておきます。エアメンさん、ありがとうございます。あー、はい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 。ちょっとやっぱ玉沢取った後だと重いかもしれないですけど、重いグローブでこれしかも大きいんで、サードとかも持ってると自然とグローブが落ちてくれるんじゃないかなっていうような感じがしますね。うん、なんかメジャーリーガーっぽいグローブっつったらいいのかな、そんな感じがするんです。大きさ的にもだし、そう、重さ的にもっていうような感じですね。これ片付けもしちゃってあるからあれかもしれないですけど、小指で汗かはめてっていうのもより大きく使ったりとかっていうのもありなのかなっていうような、ちょっと感覚はしますね。めっちゃ深いポケット。そうね、これだったらまあいいか悪いか別として、
入ってくるそう、やっぱ大きいからし、逆巻きになってるからこちらも玉沢同様こっちにも広いから入ってくれればそのまま転がっていって奥のポケットに入るとかっていうのも可能性あるグローブなのかな、そういうのがしやすそうなグローブなのかなって感じがしますね。おりゃー、まだちょっとポケット内では動くかも。でも柔らかいな、なんだろう、しっとりはしてますね結構。おりゃー、そー、いやー気持ちいい。ちょっと重いから投げる時の動作なんかは玉沢使った後だと気になるかなって。まあでもそこまでね、神経質の人じゃないから僕もあんまりあれですけど、気になる人は気になるかもしれないです。玉沢より中の手袋が大きめでも手口はにしてはあんまり変わんないかなっていったような感じです。おい、高いボールも届く。なんか気持ちよくなっちゃってるんですよ、すごい投げててそうっすね、深いポケットだからって言っても握り替えに関しても今ちょっと早めてやってみようかなと思ったんですけど、まあ、若干探りますけどそんなに気になんないです。よし、じゃあラストで、はい、ということで今この2つのグローブで、キャッチボールの方をしてきました。どっちもどっちで、かなりいい、うん、違うんですよ全然感覚が。こっちはコンパクトじゃないけどオーソドックスな形をしてるんですけれども、まあポケットが深い分しっかり取れる。でこっちはもう大きいし深いからもうがっちりいけるっていうような感じで、なおかつまあちょっと重たくなる原因かなと、まあ、芯の分厚いグローブなので耐久性もしっかりあるよと、言ったような感じで、どっちもいいです本当に。こんなのコーツつけらんない、めちゃくちゃいい。まあね、流行りの深くて大きいグローブだったり、まあ、伝統の玉沢さんが今仕様に作ったって言ったらいいのかな、グローブだったりので、どっちも本当にすごくいいので、皆さんぜひぜひ、気になった方はお購入してみたりとか、まあね、他の方が、見ていたら、まあ、そのグローブになって、見せてもらったりっていうのも、してみてはいいんじゃないかなと思います。はい、本当に前原スポーツさん、エアメンさん本当にありがとうございます。ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。11月のプレゼント企画、行きましょう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 。こちらね、玉沢のグローブ、こちらはい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なのか。いやもうそれだって伝統の玉沢さんだよね。そう、伝統の玉沢さんなんで、でこれを使った理由とかもらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。んで、はいはいはい、こちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい。ちょっと使ってもいいですかね。使ってノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を、まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってでは、そうですね、言い訳だけどね。そうロンT120あの飛ばす翔平が使ってたグローブです守備じゃない、ね、守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよ、ね、磨きます磨きます、うん、良平さんの手入れをした状態で綺麗にした状態で送られるんで責任重大汚すだけ汚してってこちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ内野手を、はい、で11月がこちらなので、皆さんぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売
購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。